FM 那覇 78.0MHz をお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。沖縄で頑張る人と人、出会いを紡ぐラジオプログラム、アイゲットラジオ、今週もスタートのお時間です。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお楽しみください。4月に入ってからの沖縄ですけれども、はい、3月の陽気を踏まえてですね、まだまだ新型コロナウイルスの影響もさることながら、はい、新しい年度を迎えて、さまざまな、はい、環境の変化を皆様実感いただいている時期かと思います。十二分に体調には引き続きご注意をいただきながらですね、はい、新しい年度、そして旅立ちを含めてですね、ぜひいい時間をお過ごしいただければと思っております。そしてアイゲットラジオ、今月に入ってからのゲスト、すでに画面上ご登場いただいているんですが、うちもラジオ4年目にしてですね、このジャンルのゲストをお迎えするのは初めてではあります。そして個人的にマイクを通してのお声がですね、まるで声優のごとくというちょっとダンディーな、はい、お兄様を今日はゲストにお迎えしております。それではご紹介いたしましょう。画面上、はい、ご登場いただいておりますが、沖縄県県議会議員の西銘恵志郎さんです。西銘さん、講師はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今冒頭でお伝えした通りですね、本当にマイクを通しての声がもう非常にダンディズムあふれるという形の西銘さんなんですけれども、今日は、はい、せっかくのお越しなので、はい、普段アイネットラジオではですね、なかなかこのジャンルのゲストをお迎えする機会というのが正直、ないというところもあるもので、この機会を踏まえてですね、あの日頃私たちがやはり馴染みがちょっと薄いかもしれませんが、この政治に関わる部分ですとか、そして西銘さんご自身の生い立ち、そしてさまざまなお考えなどについても今日は掘り下げながらお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまずは西銘さんのプロフィールからパッとお伝えしてみたいと思うんですが、はい、大生まれが1958年那覇市大東での大生まれということですが、はい、まあ、実際西銘さんの場合ですね、あのご存知の方もリスナーさん多いかと思うんですが、お父様がもともと沖縄県知事でもあり衆議院議員の、はい、西銘淳二さんであります。大生まれとしては末っ子に当たりますか？そうですね、西銘さん、はい、5人兄弟の末っ子です。そして、その後大東での生まれから小学校、中学校がこう松川、そして、寄せ宮というところなんですが、なん学生自分はこう野球ですか？比較的長く、ね、はい、中学高校野球やってました。これはもともと始められたきっかけって何かありました？小学校の時に友達と遊び始めたのが野球だったって記憶なんですけども、兄も野球をしてた関係もあって、はい、野球にはちっちゃい頃から興味がありましたね。はい、確かにあの当時ですと、まあ、中継とかもテレビで非常に多かった時期でもありますかね、プロレスですとか野球って。プロレスはいっぱいありましたねところもありますが、あとは陸上競技などもされていたようですが、やはり運動自体がもともとお好きっていうところもあったんですかね。まあ、陸上競技は陸上部じゃないんですけども、はい、当時いろんな部から選手を集めて、中学校の時に私も短距離で 100m で学校代表で出たりしたもんですから。あ、そうなんですね。はい、陸上部ではなかったんですけどね。はい、でかつ学業も非常に、はい、優秀なご成績を踏まえてですね、県立の那覇高校を卒業後、はい、東京青山学院大学への、はい、出身というところがありますが、この大学の選択自体はこう他府県というものをイメージされたポイントって何かありました？ご自身の中で。特にあの沖縄から出たいって気持ちもあったのだと思うんですけど、あの東京じゃなきゃダメだとかっていうことではなくて、はい、沖縄を出てみたいっていうのはあったと思いますね、心の中に。はい、これは実際こう他府県に生活としての基盤を持ちながら、はい、まあ、外からこうある種沖縄を見たいみたいな感覚ですか？まあ、その頃はそこまではないんですけど、とにかくあのいろんな人と
出会うためにも、はい、沖縄本島、本土ではなくて本土の方に行った方がいろんな広がりができるんじゃないかという思いはありました。はい、で実際こう生活を東京で開始される形になったんですけれども、実際に住んでみての東京のイメージっていかがでした？やはり最初の頃は楽しいことが多かったんですけども、はい、やはりまあ、社会人の時も東京での生活ありますけど、やっぱり生活をするといろんな意味で大変なところだなっていう朝の通勤も含めてですね、はい、学生時代に自由にの時間がある時と社会人になる時とは全くまた東京っていうものの感覚が違いましたけどね。まだこう大学の時はやはりこう運動としてこうゴルフ部でのご活躍もあったようですが、やはりゴルフって大学でのゴルフ部って結構厳しいイメージもあったりもするんですが、同好会とかいっぱいあったんですが、大会のゴルフ部を選んだもんですから、はい、上下の関係は厳しかったですね。はい、であと本当はまあ浪人したもんですから、はい、あれなんですけど、本当は硬式野球部も門を叩こうと思ったら、硬式野球部はもうほとんど生徒は各高校から選ばれた方々って聞いたもんですから、じゃあこれはついていけないなというふうに思ったもんですから、野球はもうその時で諦めました。まあ、ここ最近ですと青山学院大学ですと、こう駅伝での活躍が非常に注目されることが多いんですが、全体的にこう体育会、つまり運動の部分というのは盛んだったんですか？そうですね、私たちのゴルフ部はそんな強くはなかったんですけど、もう他のスポーツは、アメリカンフットボールであったり、はい、バスケットであったりバレーボールであったり、結構インカレでも頑張ってた同級生も先輩も数多くいましたね。そしていよいよ大学を卒業後就職という運びになるんですが、またこう就職先が、まあ、個人的にちょっとこれを伺ってみたいなと思うんですが、 ANA 全日本空輸さんの入社ということなんですが、あえて航空業界をこのタイミングで選んだ理由って何かございますか？実は大学の先輩にもANA の方がいらして、はい、就職前にご挨拶行ったりいろんな話を聞かせてもらったりもしました。であとはやはりどうしても自分自身の移動で飛行機を利用する機会が多いもんですから、航空会社というものに非常に興味を持ったのも事実ですね。なるほど。ですから、はい、そういう意味では航空会社を受験しようと思ったのも大学の3年終わりぐらいからちょっと意識はしてました。はい、ただ当時ですとまだ沖縄に関して言うと航空業界でのこう大々的なキャンペーンって始まる直前ぐらいですか？そうですね、もう入社後には、入社の前からも沖縄キャンペーンというものは全日空は仕掛けて、まあ、もちろん日本航空さんもやってましたけども、はい、飛行機に乗って沖縄に来てくださる方々がどんなふうに何を興味を持たれるのかなというのが非常に興味ありましたね。一度実は大阪から船で沖縄に友人と帰ったことあるんですけど、はい、旅客船の時にすごい船酔いをして、今はもう旅客船はありませんけど、はい、やはり飛行機を利用するようになったっていうのも自分自身もそうなんですけども、やはり飛行機はこれからどんどん伸びるだろうという思いはありました。はい、でここで今度は支店勤務を踏まえてこう本社で各セクションを回るんですが、実際にこのANA さんのこの支店業務ですとか、この各国際部ですとか、それぞれのセクション、まあ、もちろんこう扱う業務の形態というのが異なってくると思うんですが、その中でも特にこう思い入れのあるお仕事の内容とかはありますか？当時、ちょうど丸30年 ANA に勤めさせてもらいましたけれども、最初の配属、はい、東京での採用でしたけれども、最初の配属が沖縄支店でした。販売課ということで、航空券の売る営業の部署に配属になりましたので、はい、一つの席を売るのにいろんなお付き合いをさせていただき、本当に営業冥利に尽きるといいますか、はい、人間関係を本当に大事にさせていただいたつもりでしたので、今でもその当時の方々とのお付き合いは、はい、続いているところもございますのでね。なるほど。はい、でかつ、まあ、その30年という一つの、まあ、目安を踏まえて2012年に ANA 退職後沖縄に戻られるわけなんですけれども、この辺りから、はい、
ちょっと政治にかかるキーワードも含めてのお話になるかと思うんですが、実際2012年のタイミングの退職ということだと、年齢的にはまだ定年前という形ですね。そうですね、はい、54歳でした、はい、そういう意味では早期退職ということで、はい、沖縄に帰る決意をして、最後は高知支店の支店長を、はいはい、務めさせてもらって、退職をして沖縄に帰ってきたと。このあたりが政治を目指す一つの理由ともつながってくるかと思うんですが、この退職の時点である程度も政治の道にというイメージはお持ちではあったんですか？実は高知支店でお会いしたいろんな方々の中から中でいろんなことをお話する機会がありまして、はい、私に対して政治に興味はないんですかという方々もいて、で正直私は政治家というものには全く興味がなくて、それで30年もそれで今も勤めさせてもらったんですけども、はい、ちょうど2012年というのが私が勤めて30年、復帰40年、全日空が創立60周年、そして、高知ですから坂本龍馬が、はい、脱藩したのにして150年というなんか節目の年だったんですね。ですから私もこれから先自分の人生は定年まで勤め上げるべきだという声もあったんですけども、はい、政治ではなくて何か沖縄のためにできることがないかと、これは航空会社に勤めたこの30年の経験を何か生かす方法はないかという思いで、まずは沖縄に帰ることを先に結論付けて、結論を出して家族と相談をして沖縄に帰りました。そうすると実際に沖縄に戻られてからさまざまな方々とのお話を踏まえてこう道を絞っていくというお話になるかと思うんですが、実際に約数十年離れた沖縄に改めて戻られた時の沖縄に対しての印象というのはどのような形でお持ちでしたか？高知に赴任する前の4年間も縁があって沖縄の支店で勤務をさせてもらいました。ですから、沖縄には通算30年のサラリーマンのうちで9年間は沖縄で勤務をさせていただいたこともありまして、はい、ですから沖縄はその頃全日空本体も国際線も飛ばし、路線も拡大をしてまして、で沖縄に帰ってきた時にはもう沖縄の観光客も当初復帰当初から比べると大幅に増えた時代でしたので、はい、とにかくハードも、うん、ホテルもいろんなのができましたしね、はい、そういう意味では私が最初に昭和57年1982年に赴任した新入社員の頃とも大きく変わってましたね。むしろこのあたりハードとソフトのこう両面に成熟後を増した沖縄というものをこう見たときに、改めてご自身のこの次なるお仕事の一歩ですよね、このあたりっていうのがやっぱりこう外から見る沖縄というものがある程度こうイメージを強くお持ちではあったんですか？沖縄の良さっていうものを沖縄に住んで気づく点と、はい、外から見て気づく点ってあると思うんですよね。意外と地元の人が気づかない、普通に思ってることが外から見たらとっても素晴らしいことであったり、いろんな文化や伝統芸能それも含めてですけども、ただ中にいると気づかないことも多かったり、それからまたたまたま私も仕事の関係で国際線絡みの仕事をすることも多かったので、海外への出張も多かったものですから、海外のリゾートを見たり、はい、日本のいろんなまた観光地を見たりする中で、沖縄の素晴らしいところをもっともっと PR したりなんかできないかなっていうのはもうこう気持ちは常に持ってました。あ、はい、むしろこう他のリゾート地ですとかこう観光エリアを実際見た上での沖縄との比較というものもいい形ででき、あ、そうですね、はい、なんかやはり外から見た沖縄の素晴らしさ、また逆にここはこうした方がいいんじゃないかという思いをですね、はい、心の中で思いながらも、それをどうじゃ具体的に全日空を辞めた私が何ができるかといった時に、特に政治をすることでという思いは当初はなかったんですけれども、はい、ただやはり政治を通してあることを経験させてもらってからは、まあ、政治を通して沖縄を変えることもできるんではないかという思いにだんだん変わってまいりましたね。はい、でその思いをこう積み重ねた結果、まあ、お兄様であります三男の小三郎さんの戸籍秘書をスタートさせたのが2012年の年ですね。はいはいはい、
ただ実際のところ公設秘書のお仕事ですと非常に業務の内容が多岐にわたるというイメージなんですが、私も秘書の業務というのは全く経験ないまま3年間ですけどさせていただいて、はい、やはり、まあ、東京に秘書が、当時は1名で那覇に私含めて2名で私は行ったり来たりをしてましたけれども、はい、やはり日程の管理であったりいろんな地元の対応であったりとにかくこの3年間というのは政治を嫌だと思った人間が政治の違った面が見えた私が嫌だと思ったところが逆にこんなに素晴らしいんだというふうに思い始めましてねですから当初は政治なんか絶対嫌だと思った人間が、はい、その3年間で政治のダイナミズムといいますかこういうこともできるんだこういうのがあるんだということをもう本当初めて知ったこともあったもんですから、むしろ直接ご自身がこう政というよりも秘書という立場で、はい、ある種こう俯瞰して見て、ね、行かれた部分もあったと思います、はい、その通りで政治家本人も大変ですけどもやはり支えて、くださる有権者の方々また秘書の力というのは大切だというのも感じましたし、はい、私は微力ながらでしたけどもやはり多くの方々に支えていただいているということとまた秘書同士のいろんな連携というのも勉強になりましたね、この国会議員の先生方、はい、なるほど、はい、実際にこの内々の話だけではなく横の、はい、そうですね、情報共有ですとか、はい、そういった部分もあったという形です、大変勉強になりました、うん、でこの政治にまつわるエピソードとしてですね、はい、一つ看護愛救うという、はいはい、キーワード、はい、この言葉をちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、はい、実は私の母が、私たちの小さい頃の小学校の通信簿だったりいろんなものを賞状だったりこう集めてくれてて一つの封筒に入れてくれてたんですね。で母が亡くなった時にその封筒を兄からもらってこの中をどういうのが入ってるんだろうと思って見た時に、まあ、いろんなのがあったんですけどちょうどそんなに全部見なかったんですが、全日空を辞めて沖縄に帰ろうと思う時にこの引っ越しの準備をしているとこの封筒が出てきて開けてみたら、タメ西部圭一郎君、はい、関門アイスク昭和54年春沖縄県知事西部淳二っていうのが見つかったんです。これは書道で書で書いてるんですけども、はい、でそこに付箋が貼ってあって母が関門アイスクとは政治とは寛大な心と厳しい心を調和して行うこと、お父さんが知事公舎で一生懸命書いてましたっていう付箋が貼ってあったんですで、ああそうかですね、昭和54年春というと私まだ大学生でしたので、はい、ああ政治ってものをこういうふうに頑張るっていうことなのかなっていうのが初めて分かったんですね。ですからその時も最初は別に政治家になるために全日空辞めておけなく帰るつもりはなかったので、はい、ただこのメッセージを額縁に入れて自分の部屋にずっと飾ってましてね、そしてちょうど政治を目指す時にちょっと兄たちとの話の中でこれを持ってるのは僕だけだっていうのが分かりまして、あなんと、だから僕は長男や次男や三男兄や姉にもいろんなの書いてるんだろうと思ったらそれがなくてですね、あただそうですね、ご長男純四郎さん、はい、もう政治の道を行きましたし、道行かれて2番目のには、ね、民間の、はいはい、サラリーマンでしたけども、ご祖母兄にもそういうのが、まあ親父が意識をして書いたのか私が将来そういう夢を持つと思ったのかどうか分かりませんけど、はい、昭和54年というのは私はまだ大学生でしたからその時に書いてくれたというのはなんかもしかしたら私がそういう道に進む可能性があると思ったのかどうか分かりませんけど、そういうのを書いてくれたというのはなんかある種の導きみたいな感覚もありますね。そうですね、母親がそれを大事に取ってくれて私の封筒に入れてくれたというのも、はい、もし捨てられてたら私何も見ることなかったんで、はいはい、そういう意味で私の今の政治をする中では、まあ、座右の銘っていうのはあるんですけど、とにかく常に父が残してくれた言葉として心に常に、はい、なるほど、思って行動しています。あそういう石部さんなんですけれども、ある種体育会系のイメージも持ちつつサラリーマン時代を長期にわたって過ごし、そしていよいよ政治の世界への一歩というスタートなんですが、ここでちょっとリスナーの皆さんには一曲お届けをした上でですね、はい、改めて現在取り組まれていらっしゃる政治にまつわるちょっと素朴な疑問、こういったものもですね
交えながらお話を伺ってみたいと思います。そして今日のリクエストナンバーですが、事前にゲストである西宮さんにピックアップをお願いしたんですが、まあジャンルが今回2曲ピックアップいただいたんですけれども、ジャンルがですね本当に、はい、大きく変わるナンバーをちょっといただいたんですが、まず1曲目今日お届けしたいのがケーティクウーマンの You Raise Me Up、はい、ご存知の方も多いと思いますが、はい、荒川静香さんの、あ、違いますね、このナンバーだとフィギュアのナンバーでも使われてませんでしたっけ。そうですかね、ちょっと私は詳しく存じ上げませんけど、ただものすごくこう印象深いナンバーで、ケーティクウーマン自体はもともとこの曲で知ったという感じですか。あ、はい、知ったのはそうですね、うん、はい、もう、 こう女性たちが奏でるですねメロディーライン、それから素敵なコーラスワークも含めてですが、はい、ぜひ楽しみながらお聴きいただければと思います。それでは本日の1曲目お届けいたします。ケーティクウーマンのナンバーから You Raise Me Up。さあそれでは YouTube の画面をご覧いただいている方にはアイネットラジオ恒例の副音声コーナーオフトークです。このオフトークではですね、実際のゲストのテーマとは全く関係のない普段のよもや話を、はい、していくんですが、はい、でご自身のですね、経験に基づく中で私がぜひ、伺いたいのがですね、ゴルフ、ゴルフ、はい、ゴルフの楽しさと難しさの部分ってどういうところですか。まず楽しさはやはり自然との戦いをして全て自分の責任で判断をする、はい、自分の全て責任であるというところかなと思います。まあ、これは楽しさであり、また逆に難しさ厳しさかもしれませんけれども、はい、数多くあるスポーツの中で唯一審判員がいないスポーツだと私は理解しています。いろんなスポーツ必ず審判がいて、はいはい、相撲で言えば行司がいてですけど、ゴルフはプレー中は審判員ではいなくて、うん、何かあったら競技委員にルールを確認してこういう対応をするっていうふうになるもんですから、全て自己申告ですし、自分の申告スコアより少なく、例えば72で回ったのを71で申告すると即失格、72で回ったのに73で申告したら73が適用される。ですから過小申告というのは即失格なんですね。ですからもう自分に常に厳しくという、あとは自然との戦いですから、風を読んだり芝目を読んだりという、そこにゴルフの場合は唯一相談できるのがキャディーというのがいまして、一緒にプレーをする相談できる仲間ですから、そういう楽しさとかつ難しさっていうのは一番いい経験になったと思います。あ、でも今の話聞いていてすごく伝わったのが、審判がいないからこそ律する心というのがものすごく重要なんですね、ある種、はい、でこういい意味でスコアを目指そうとすると欲目が出た時のこの揺れといいますか、そうですね、心の葛藤がどっかであるはずですよいろんな場面場面でですね。うーん、このあたりってやっぱりこうスコアをよくこう上げていく形の中ではやっぱり葛藤みたいなものもありますか。あの、やはりスポーツですから相手に勝ちたいであるとか自分を少しでも向上させたいというところではいろんな場面でいろんな思いが出てくるケースがあると思うんですね。はい、
先ほど言ったように審判がいませんから、はい、誰も見てないからということでそういうことをおそらくしようと思えばできる場面もあるかもしれませんただそれをしない強い心を持つということが、ね、やはり最後スポーツマンとしての精神だし、そういうことをするとどっかで必ずしっぺ返しが来るんじゃないかなというのは常に思ってて、もうそういうことは一切しないように僕もプレーは心がけてました。でも本当にそのスポーツのルールだけじゃなくて、まあ、自身の心持ちというのがある種スコアにも反映されるスポーツなのかもしれませんね。そうと思います。ありがとうございました、はい、2曲目のオフトーク、ちょっとネタはまた考えてみたいと思います。はい、はい、それではまもなく曲終了となります。本日の1曲目お届けいたしましたケルティックウーマンのナンバーから You Raise Me Up をお届けいたしました。今週のアイネットラジオは沖縄県議会議員の西銘恵次郎さんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。西銘さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。番組の前半では西銘さんのですねプロフィール、生い立ち等も踏まえつつ、はい、サラリーマン時代を長き期間を踏まえた中での政治に対しての、はい、お考えなども少しお話を伺ってきたんですけれども、ここからは実際に今活動されていらっしゃる政治にまつわる部分で率直に、はい、まあ、普段なかなかですねこういった質問もちょっとしにくいというところもあるのであえて伺ってみたいんですが、まずそもそも政治家ってどんな仕事をするんだろうというまずこの質問です。はい、政治家を目指す方々には多分いろんな思いがあっていろんな目標を持って政治家になる方がいらっしゃると思います、はい、これが市町村議員であったり県議会議員であったりまたは首長であったりですね。ですから政治を目指すときにどのような、まあ、夢といいますか、はい、何をしたいかということがまず大前提であるべきだと思うんですね。私も30年サラリーマンを務めさせていただいて、サラリーマンと政治家の違いというのはおそらく私の場合ですけど、もう58で政治の道に入りましたので、会社辞める54の30年間はとにかく家族を一緒に生活をしていくための手段としての仕事であったり、それが民間の企業を辞めてこれから先は家族のためというよりももう本当にあまりこう恐れ多いかもしれない言う言葉なんですが、とにかくもうこの30年の経験を沖縄のためにどうにかしたいという、これはまず純粋な思いであります、はい、ですから沖縄をどうにか、まあ、単純に言うと観光立県沖縄としてのいろんな課題を解決するために私ができることがあればそれを目標として目的として、はい、その手段として県議会議員というものを選ばせていただいて、はい、これで皆様の信任を得て当選させていただいて今4年間を過ごさせてもらいましたので、はい、まずはやはり何をどうしたいかというところをまず自分の中で持つ。政治家とは何かというとおそらくもういろんな方々100人聞いたら100人の答えがあるのかもしれませんけども、はい、私は自分自身以外のためにできることをしっかりと行うことが政治家ではないかなって気がします。ある種やっぱりこう幅が広すぎるというイメージなんですね、政治家のお仕事って。やっぱり私たち普段なかなか間近でこう垣間見る機会というのが少ないというところもあるんですが、非常に多岐にわたりで年間を通じてずっとこう活動を継続されているというイメージも当然あるもんですから、その中で実際に、秘書時代を踏まえて今議員としての活動をされていらっしゃる中、ご自身がやはりこう政治家になった時点ですごく難しく感じた部分というのは終わりですか？難しいと言いますか、まずは政治家になりたいと思っても選挙というものがありますので、有権者の審判を仰いで当選をさせていただいて初めて政治家になるわけですから、はい、どんなに素晴らしい理念信条を持ってても選挙で当選しないと政治家としては活動できないですね。ですから
おそらく私自身もそうなんですけど、多くの方々もだからといって選挙に通るためだけに何かをするということではないと思ってるんですね、はい、もちろんまず自分自身の思想信条信念というのがあって、それに基づいて政治活動を行い、また、地域のことも含めて数多く歩いて声を聞くということをしていらっしゃると皆さん思うんですけど、はい、ですから、うん、難しく考えるとあれですけど、簡単に考えればとにかく自分自身のためではない、官も愛する、先ほどの言葉ですけど、寛大な心と厳しい心を調和して行うっていう、はい、言うと簡単なんですが、なかなかできないことも多々あるんですけどね、難しいとは思いますけど、このあたりはどちらかというとやはり企業のご経験が長いがゆえに気づかれる部分なのかもしれませんね。おそらくですね、私は中学の野球部時代もそうですし、はい、高校大学のスポーツをしている時代もそうですけど、自分が嫌な思いをしたことは後輩にはさせたくないというのが常にあったわけですね、はい、まあ、このラジオであまり細かいことは申し上げられませんけど、とにかく自分が嫌な思いは後輩にはさせない、だったらこういうふうに変えていこうということを、これ学生の時からずっとそうだった記憶があります。ですから政治も、政治の中で常識というのが普通に見ると非常識じゃないかと思うことがあったりですね、そういったところは、これは変えられないことなのだろうか、変えるべきではないかというのは今でも思い続けて、可能な限り自分の中では実践をしているつもりです。ですから政治家になって、例えば今4年目ですけども、1年前に思った思いを4年目になってしょうがないなというふうに思わない人間でいたいと思っています。ですからおかしいことはおかしいと言える、そういう政治家、自分の信念に基づいて活動していきたいと思いますね、はい、そのむしろこういう難しい局面というものも多くある中、むしろ反対に嬉しかった部分というのはありますか？やはりいろんな活動をする中で有権者の方々、地域の方々からありがとう、助かったであるとか、ちょっとしたことでもこれを解決できたときにはやはり政治家として良かったなという気がしますね。いろんなこと、大なりから大きなことから小さいことまでいろいろあるんですけども、やはり皆さんに喜んでいただく、ありがとうという言葉を、お疲れ様という言葉をいただくと非常に嬉しいですね。このあたりはやはりこうある種の醍醐味なのかもしれませんね。なんかこのありがとうの一言自体が励みにもつながり、ある種いい意味でご自身の気持ちを鼓舞する原動力でもあったりするかと思うんですが、はい、先ほどの揺れずみアップもそうですけど、聞いてて落ち込んだ時にもこの曲を聴いて頑張ろうと、嵐にも立ち向かっていこうと思ったりですね、そういう意味も、はい、含めて聴いてて自分自身を鼓舞する、はい、静かな曲ですけど来年から頑張ろうっていう思える曲ですので、何かあった時には聴くようにしてます。ああ、そうなんですね、はい、そういった意味では今日もう一曲ピックアップいただいたリクエストナンバーは正直意外でしたし、はい、実はこれも私本人はこの曲は聴く機会がなかったんですけども、はい、4年前の選挙の時に仲間がこの歌い曲があるよということで聴いて、これも同じように私を鼓舞してくれる曲なんですね。ですから何かあった時には聴いて、はい、頑張ろうと思うような曲です。あ、また実際このアーティスト、私今回ご紹介いただいて初めて、知ったんですが、この楽曲自体を知ったきっかけっていうのは、ですから私の仲間がこの歌いいよ、この曲いいんじゃないって教えてくれて、私の事務所でも書けるようにして、あ、頑張ろうという、なんと、はい、この曲ちょっと、はい、もうしばらくしましたらちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、今お伝えいただいたですね、いろいろなお話と踏まえつつ、はい、現在のちょっと活動についても少しお話伺ってみたいと思うんですが、はい、時期的に県議会の場合ですと年間を通じて、まあ、議会としての、まあ、運営を含めてさまざまな活動というのが議会の中で行われる、でそれ以外の要所の活動もあるかと思うんですが、大きく分けた時に議会の
中と外で分けた時の活動というのがどういうふうに組み立てられるのか、その辺を少し、はい、分かりました。まず議会は定例会というのがありまして、はい、年度でいうと4月から3月が年度なんですね、はい、そして一番最初に来るのが6月議会、はい、それから9月11月そして2月と1年間4月から3月で見るとこの4回の定例会があります、はい、でその中でも今ちょうどまさしく今が2月定例会のもう明日明後日が最終日になりますけども、2月定例会というのは次年度の予算に対する審議を行う大変重要な定例会で、今回もコロナウイルスの件での、はい、補正予算であったり、次年度の7514億円の一般会計投資予算の議論をしたりですね、はい、何をどのようにどの部局がどんなことを使うどんなことで県民の生活を向上させようとしているか、課題を解決しようとしているかということでは一番重い議会が今2月議会だとは思っていますけれども、はい、まあ、各々の議会いろんな、案件を議論しながら、過ごします。これが年4回、はい、定例会ですね。でその中で議会の中には常任委員会という委員会がありまして、県にも4つの委員会がありますが、文化防災、土木環境、総務企画、それから、はい、経済労働と、私は今経済労働委員会に所属をしてまして、経済労働委員会というのは農林水産部、商工労働部、文化観光スポーツ部という3つの部局を主に、担当するんですが、そこの、課題を、執行部から予算のことを聞いたり、またはいろんな県民の方から来る陳情、はい、こういうことをやってほしいという陳情を議論したりですね、うん、ですから、だいたい会期は、1月から長くても40日とかそういう感じなんですけども、はい、その議会ごとにで、それを以外ではやはり日頃自分たちの会派というところで勉強会をしたり視察に行ったり、はい、いろんなことを勉強する、これは議会と外の議員の活動として、政務調査という予算を使って調査をしたり、はい、いろいろありますね。または私も自民党の議員でもありますので、自民党の県連としてのいろんな活動もあります、はい、党としての活動ですね、これは政党としての活動もありますので、もういろいろ定例会とは別に、定例会のない時には勉強会をしたり、いろんなところを回って視察行ったり、地域のこと方々と意見交換をしたり、そういう意味では365日が仕事だというふうにも思いますし、かつ非常にこう範囲が広いというところもあるので、このスケジュールのやはり管理一つをとってもものすごく組み立てが難しいのかなという印象もあるんですが、そうですね、国会議員のように秘書を抱えている方はほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、県会議員で、はい、やはり自分で管理をし、日程の管理をし、自分の講演会活動やまた議員活動についてのいろんな調整を行うのも基本的には一人で行うのが多くの県会議員だと思いますのでね、ですからいろんな意味で多岐にわたりますね、日々の活動が。実際に年間を通じてこうまとまったお休みというのが取れるものなんですか？休みといいますか、定例会以外、まあ、常任委員会、特別委員会もありますけど、そういった委員会活動、または先ほどの会派だったり政党としての活動もありますけど、それ以外は、まあ、時間を作ろうと思えば自分のプライベートの時間も作れますしね、はい、ですから時間をどう使うかはもう議員によってはまちまちだと思いますけど、まあ、ある種やりくり上手じゃないといけないというところも出てくるんですね。時間はもう限られた1日24時間しかありませんので、忙しい時に36時間にはなってくれませんから。確かに、はいはい、そういった意味ではこのスケジュールをこなす意味での頑張れというキーワードも必要なかもしれません ね、 そうですね、はい、それではここで先ほどいただきましたリクエストナンバー、はい、2曲目お届けをしまして、引き続き西目さんの活動状況についてお話を伺ってみたいと思います。このナンバー個人的に今回初めて、はい、聞かせていただいたんですが、ものすごくこう歌詞の、はい、まあ、重みといいますかいい意味でのインパクトをすごく感じる、はい、内容だったと思います、はい、ぜひその辺も含めて、はい、お楽しみください。それではお届けいたします。頑張れ。
さあここからはアイゲットラジオ恒例曲間にお届けしております YouTube 動画向けのオフトークのコーナーです。はい、1曲目の時にはですねゴルフにまつわるちょっとお話少し伺ってみたんですけれども、石田さん実は最近なんですがここ最近で何か新しい趣味みたいな発掘ってありましたかご自身の中で。いや趣味ではないんですけれども私食事で意外と好き嫌いが多くてですね、あら、これはダメこれはダメこれはあまり食べないって思うんですけど、はい、最近まあモアイ仲間、はい、先輩後輩またいろんな仲間とのモアイの中でやはりもうこの年になると健康の話題が多くなりましたね。どこが痛いどこはどうだいやこれは健康にいいっていうのが多くなって、はい、実は最近から始めたのが私納豆が大嫌いだったんですよ。納豆お意外ですね。でこれを今も意識的に毎朝食べるようについ最近から始めました。でも他府県の生活の中だとあちらですと比較的納豆ってよく出るかと思うんですが、納豆は合宿とかでもよく出たんですけど、はい、食わず嫌いというか食べても美味しいと思わなかったんでただもう最近健康のためにいいとか、はい、野菜ジュースも飲めなかった私が野菜ジュースも最近飲むようになりましたし、はい、もうそういう意味では、うん、自分の健康のために何かをすることがあまり普通健康には無頓着だったんですけど、はい、うん、趣味とは言えませんけどいろんな健康にいいものは取り入れることを努力しています。ああでもそういうなんかきっかけがあるといいですね。うちの場合は番組で毎月最終週ですね4週目と5週目に、ウェルネスウィークというコーナーで県内の医療関係者の方々をお招きしていろんな健康にまつわるテーマをちょっとお話しさせていただくんですけど、毎回耳の痛い話ばっかりですね私個人的には。ちょうど今のこの健康にまつわる話の部分もそうですけど、でも納豆はでも言われてみると私もそんなに食べる方ではないかもしれませんね。うーん、でも本当健康にはいいということを聞いてもう一生懸命努力して今嫌いなものを少しでもなくそうと思ってます。いやでも実際にそういう、食生活の面ですとかこれまでと違った取り組みをこう進める中で何かご自身の中では変化みたいなものはありましたか。実はですね今、この前3月からはちょっと今禁酒って言いますかお酒をもう控えて夜 の、 いろんな会合にはもう、はい、ウーロン茶などでお付き合いをさせてもらってるんですけど、はい、今朝が早いもんですから、はい、もう5時半6時起き、6時過ぎには出るという日も多くありますので睡眠を取るように今努力しているもんで、そこは意識して今やってますけどね。ああでも睡眠ってやっぱり大切ですよね、はい、そうですね。もう本当にここ最近、自分自身もそうなんですけどこうやっぱ睡眠の良し悪しで翌日のこう体調といいますか動き出しがものすごく変わるということを実感してます。正直なるほど、はい、特にこう活動時間が非常にね、長いお仕事でもあったりするので、ですね、ですから本当自分の中でコントロールをするしかないんで、睡眠とか健康にいいものを取る睡眠含めて食欲、睡眠、はい、大事にしてます。もう一日で考えると座って長くいるっていうのが正直なんかないイメージなんですね。お仕事のイメージですと、なんかこうやはりずっとこう動き回っている感覚もあったりするので、議会中はもう逆に議会の議場で座ったり委員会室で座ったりですけど もう普通ない時はもう極力歩いていろんな方に会っていろんな現場を見に行くってことを私は常に大事にしてますので、はい、何かあったら必ず現場に行って見て聞いてそして感じたことを課題解決に向けてどのようにしたらいいかってことを知っていきたいと思ってますね。わあいい形でお話をいただきました。それではオフトークコーナー一旦失礼いたします。本日も2曲目お届けいたしました。ナンバー頑張れお届けいたしました。今週のアイネットラジオは沖縄県県議会議員の西銘恵志郎さんをゲストにお迎えして、はい、普段なかなかですねこの番組でもちょっとお届けすることのない、はい、政治にまつわるあれこれ、はい、ご本人のちょっと経歴なども含めてですねお話を伺ってきたんですけれども、
では吉田さん、ここからの質問ですが、はいはい、今ご自身の中でこうやはり信念といいますか政治にまつわるこう取り組みというのがいくつかこう出てこられていると思うんですが、今後ですねご自身のある種の政治信条という形にもなるかと思うんですが、取り組んでみたい活動もしくは事柄みたいなものがあれば、はい、せっかくの機会なのでちょっと教えていただきたいなと思うんですが、はい、冒頭航空会社に30年間勤めたということで、観光関連については自分自身の中ではいろんな経験もしましたので、はい、ある意味得意分野だというふうに思っておりますけれども、逆にもう子どもも成人をして、はい、子育てとかあと介護であるとか、まあ、私の父も母も義理の父も母も他界していませんので、はい、介護という経験は今してませんけども、そういった今多くの県民の方々が悩んでいらっしゃる課題について、そこについてやはりもういろんな方の声を聞いて、あ、はいはい、勉強させてもらっているつもりです。ですから自分の得意分野を深めることも大事ですけども、苦手な分野というかあまり経験がなくてわからない分野についてもやっぱり勉強していくことが大事だと思いますね。なるほど、あえてご自身の得意の分野をこう、まあ、突き詰めるという部分も必要なお話なのかもしれませんが、あえて知らないところにこの分野、はい、地域をこう広げていくという考え方ですね。そうですね、やはりそういうことをすることで自分自身の視野も広がりますし、普通会えない方々とお会いできますし、はい、でいろんな声を聞くことで特に子育ての問題だったり、今もう沖縄県では貧困の問題であったり、老老介護の問題であったり、多くの県民の方々が抱える課題一つ一つをやはりどれだけ自分のこととして感じられるかというのが政治家として大事じゃないかなという気がしますね。経験してないからわからないではなくて、経験してないことこそ経験をして、逆にいろんな方の声を聞くというのが原点じゃないかなという気はいたしますけど、ね、確かに我々がこう、まあ、幼少の頃と、まあ、大人になってから、そして今の年齢を踏まえた時の時代時代ごとの、まあ、沖縄の環境自体というものがそもそも大きく多分様変わりしている部分というのもあると思うので、そういった意味ではやはりこう 見聞きしているものだけでは分かり得ないところというのもあるんですね、はい、おそらく。そうですね、本当に今おっしゃったように私たちがちっちゃい頃というのは、まあ、昭和の30年40年の頃というのは隣近所のおじいちゃんおばちゃんがもう本当にみんな顔見知りで、子供同士も遊んでもどこどこ慣れちゃうって分かった時代が、今、まあ、よく言われるマンションなんか隣に誰が住んでいらっしゃるかも分からないような時代ですし、はい、私の住んでるところでも昔は通り会みたいなのがあって子供たちと接点があったのが、だんだんそういうのもね、自治会活動自身ももう自治会の加入率ももう沖縄全県でも2割切るような時代じゃないかと思うんですけど、まあ、地域によっては3割超えたりするんですが、やはりこういった自治会活動もしっかり行って、この高齢者から若い人たちまで、はい、ここに住んでよかった、この地域に住んでよかったっていうお互いが助け合うような環境ができるとですね、特に、はい、いろんな全国での地震だったり津波だったりのことを聞くと、やはり隣近所の助け合いというのは大変な重要なことだというふうに思いますけどね。確かになかなか現実とこの理想は違うとは思いますけれども、今お話にキーワードが出ました、この通り会、私も今すごく懐かしく、はい、伺ってたんですが、確かに今いろんな地域でこの自治会通り会という活動自体というのが非常に停滞しているという印象は強いですよね。もちろんこうその地域ごとに人口が急激に変動したりという要素もあるとは思うんですが、このあたりはやっぱり組み立てとしては難しい、おかしいですか。私もいろいろ調べて自治会の加入率とか自治会の活動を、まあ、もちろん地域によっては活発なところと、まあ、なかなかそうじゃないところ、特に若い世代の方々が集まる地域であったり、あとは県外からの方々が、はい、転勤の多い地域っていうのはどうしても自治会活動っていうのはちょっと弱くなる傾向にある気がします。まあ、そこを自治会の役員の方々一生懸命頑張って
とにかく地域のためにいろんなイベントをしたり、こう参加を促すための努力をされているとは思うんですけれども、はい、そういう方々には本当に心から敬意を表しますが、やはり参加する側がもっともっとこの自治会活動に対しても思いを寄せていただくと、一回行ってみよう、じゃあ次行ってみようって、この参加をするこの動機作りみたいなものもできないと厳しいかもしれませんね。確かにこのあたりは今のやはり若い世代の方々で、そもそもこの、まあ、自治会の存在自体を知らないという、まあ、そうですね、それとその入るメリットを感じないとかっていう方もいらっしゃると思うんで、はい、まあ、なかなか役員の方は苦労されてると思いますけど、あとはまあ今後沖縄も全国に多分に漏れず、いわゆる高齢化という状況があって、ただ出生率自体は全国平均で見ると沖縄っておそらくまだ比較的状態はいいというイメージはあると思うんですが、このあたり今度は高齢化と、まあ若年層、いわゆる子育てですよね、という大きく2極の部分のテーマで言うと、今西村さんが見てらっしゃるポイントというのは、そうですね、まずあの沖縄県はまあ貧困の世帯が多いであるとか、やはりこの今子どもの貧困って言われてますけども、まあ、約県の資料によると9万人ぐらい沖縄県で、はい、まあ、子どもさん0歳から18歳まで9万人ぐらい貧困の家庭のお子さんがいらっしゃるというふうに聞いています。ですから今それに対してはいろんな、県で対応したり予算を基金を作ったりですね、国からのまた、予算もありますけれども、やはり根本的な解決をするためにはやはり何をどうすべきかというと、貧困の家庭の子ども、まあ、働く方々のいろんな一人親だったり、はい、いろんなケースあると思うんですけど、そういう方々の根本的な悩み課題を解決をしないと子どもの貧困問題っていうのは解決しにくいと思うんですよね。で私は ある委員会でこういう発言をさせてもらったんですが、もちろん未来のある子どもたちに対するこの投資も必要ですし、はい、で今高齢者の話で言うと65歳以上の一人住まいの世帯人数っていうのが8万7000人ほどいるらしいんですね、はい、ですから、まあ、貧困の子どもと同じ数の一人住まいの高齢者の方がいらっしゃるということを聞くと、今子どもに対しては子ども食堂であったり食事を提供する場所があったり、一人で食事をさせないように地域の方々も取り組んでいらっしゃると、はい、とってもいいことだと思います。で片方高齢者の方に目を向けると65歳の以上の方々が一人で食事を取ってるということを見聞きすると、はい、おじいちゃんおばあちゃんと食事を取ることで血のつながりがなくても子どもたちがおじいちゃんおばあちゃんと食事をしながら語りをする、はい、おじいちゃんたちも子どもの面倒を自分の実の子ではないにしても孫に当たる子どもたちと会話をするというのはとてもいいことだと思うんですよね。確かに、はい、とある老後施設に行った時に近くに幼稚園があって、幼稚園の子どもたちがおじいちゃんおばあちゃん、実際のおじいちゃんおばあちゃんじゃないんですが、ここに園に通ってお互いがこう、まあ、いい関係になっているというのをさせてもらいました、はい、那覇市の資料の方でしたけれども、そういうのを見ているとやはり今高齢者が多くて、2人で4人の高齢者を支えるっていうようなことを表現を時々使うこともあるんですけど、逆に見ると4人の高齢者が2人の子どもさんを見れる、はい、こう上と下を逆にするとですね、ですから2人で4人とか、まあ、数字ちょっと忘れましたけど重いと思うのを逆にしたら、高齢者の方が子どもさんをいろんな見配りができると思えば、はい、発想を変えるといいんじゃないかなと。だから高齢者の方にも子ども食堂に一緒に行って月に何回かお声掛けをして、ちっちゃい子どもさんたちと食事をとったり何かを語ることは僕は重要じゃないかなと思いますけどね、まあ、そういった一つ一つの課題、こういったものもやはりこの活動にも多分ものすごく西村さん自身のイメージにもフィットするお話なのかもしれませんね。そういったところもぜひちょっと楽しみに、はい、したいと思います。ということで、はい、あっという間にエンディングのお時間となってまいりました、はい、ちょっとこういうちょっとラフな番組ではあったんですが、改めていかがでしたでしょうか。いや初めて番組に出させていただいてありがとうございます。いやでも私自身もですね、今回はい、さまざまなお話の中でですね、まあ、普段私たちがこうなかなか知る機会が少ない政治にまつわるいろんなテーマのお話も伺いましたし、何よりも
はい、西村さん自身のですね人となりといいますか、はい、そういったものもちょっとプロフィールを通じて知れたのもすごく、はい、よかったと思っております。いえいえ、今後の活動も、はい、また期待したいと思いますので、ぜひ、はい、頑張っていただければと思います。ということで今週のゲスト、沖縄県県議会議員の西村健志郎さんにお越しいただきました。西村さん、今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。アイゲットラジオ、今週はこれにて失礼をいたします、はい、まだまだ、はい、暖かくなる季節とはいえ、新型コロナウイルスも含めてですね、健康には留意が必要な時期かと思います。ぜひ皆様、体調管理も十分お気をつけの上、素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。